どうも、アイチです。皆さんですね、口癖って多分人それぞれあると思うんですよ。で、自分のこの喋る動画とかをよくね、見てくださってる方は、自分なんでかっていうとって動画ですごい口癖なんですよね。多分ね、それを言われてから見るとめっちゃ言ってるから俺。よかったらチェックしてみてください。で、普段使わないんですけどね。で、普段もそれはね、自分はまあ口癖があったり、まあみんなそれぞれあると思うんですけど、例えば、勉強において、口癖ってこれね、みんなの共通する口癖があるんですよ。これが、しなきゃっていう。語尾がしなきゃになるんです。勉強しなきゃ、宿題しなきゃとか、数学やらなきゃ、英語やらなきゃ、みたいな。これ、言いますよね。多分、思っちゃうし。で、このね、しなきゃとか、やらなきゃっていうのって、基本的にマイナスの気持ちから出てると思ってるんです、自分は。だって、やりたくないんだけど、やらなきゃなんだよ。基本的にやらなきゃいけないんだけどってそのマイナスな気持ちが出てるからね。で、例えば勉強においてもスポーツにおいても、まあ楽器の練習においてもそうなんですけど、じゃあやらなきゃっていうそのマイナスの気持ち、あ、やりたくないなっていう気持ちを持ってやってること、練習、まあしたいっていうかね、前向きな気持ち、練習頑張るぞっていう気持ちで練習する子。同じ練習量やったらどっちが伸びるって、これもうみんな想像できるじゃないですか。絶対こっちが伸びますよね。前向きな気持ちで練習してる人の方が。で、これは勉強においても全く同じことが言えます。で、もちろん、じゃあ勉強を、やべ、前向きに頑張るぞみたいな、そこまでやんなきゃいけないんすかって思う子がいると思うんですけど、そこまではね、難しいっす。基本的には。自分もだって勉強今でも好きじゃないっすもん。自分は教えるのが好きなんで、ちゃんと教えたい。きっちり教えたいって。だから教えるところのスキルを上げるために勉強してるだけなんで、そう、だからまあ動機がちょっと変わってくるんですけど、で、さっきのじゃあしなきゃっていうのをじゃあどう変えるかっていうと、したいに変えるの。ほにゃららしたいっていう。だから例えばみんながさ、本当にやりたいことがあるじゃん。歌を聴きたいとかさ、カラオケ行きたい、買い物行きたいって、本当にしたいでしょ。その、したいっていう気持ちは、やりたくないんだけどなんて前にないじゃないですか。ただ単に純粋にやりたいんですよ。ポジティブな気持ちしかそこにはない。で、それを勉強においても、口に出す発言ぐらいはそっちに切り替えていこうっていうのが自分の考えです。で、これはですね、もともと自分が学生の時に、まあ、ある本を読んでですね、それで思ったことで、もともとその当時、まあ、まあ、いじめのこととかね、ちょっと鬱のこととかいろいろあったんで、そう、やみきってて自分が、もう、勉強だけじゃなくて、いろんなことにも、やんなきゃ、やりたくねえな、やんなきゃな、みたいな感じで生きてたのね。で、その中で、その本に出会って、口に出す言葉ぐらいは、そのしなきゃをしたいに変えようと思って、例えば勉強しなきゃも、勉強したいって。で、これを友達とかいるとことかさ、その学校でさ、口に出したら、はってなるじゃん。こいつ何みたいな。なっちゃうから、それはやめてね。やめとこう。ただ、家にいて、一人でいる時ぐらいは、机に座ってさ、あ、宿題やんなきゃな。めんどくせえ。っていうよりも、よし、宿題やりたい。頑張ろう。みたいな。で、口に出すの。思ってなくてもいいから、口に出す言葉ぐらいは。で、これはですね、まぁ、ちょっとした洗脳と同じなんですけど、思い込ませるんです。自分の脳に。で、それを口に出していくと、まあ、口に出すっていう行為と耳から入るっていう言葉、この2個の効果がね、作用されて、繰り返していくと、ちょっとその勉強に関して気持ちが変わってきます。で、実際に自分が塾のね、講師やってる時に生徒にやらせると、全員は変わんないです。もうこれも百発百中ではないんで、そこは申し訳ないんですが、変わる子はね、変わる。でもね、その子たちも言うの。先生すごい変わったとかじゃなくて、先生なんかね、なんか変わったみたいな、そう。でも、勉強するのがそんな苦ではないって、そう、風になったっていう子は結構いたんですよね。だから今回動画で紹介したいなと思って喋りました。だから、みんなに実際ね、まずやってほしいことは、しなきゃって、これ勉強だけじゃなくて、そう、勉強だけじゃない。日常生活、これからみんなが大きくなって仕事するときもそうだと思うんですけど、何かをしなきゃいけない場面、しなきゃって思ったときに、思うんだけど、口に出す言葉はほにゃららしたいに変えていくって。で、すぐには変わんないです。そんな思い込みすぐにはできないからね。でも繰り返していくことによって、もしかしたら何かが変わるきっかけになるかもしれないので、よかったら参考にしてみてください。